こんにちは、心理カウンセラーの高森です。体調不良になるのが怖くて外出ができないというテーマをお持ちの方結構いらっしゃいます。要はまた外出先で苦しくなったらどうしようとか、気分が悪くなったらどうしようみたいな予期不安っていうふうに呼ばれてるんですけれど、先々のことを考えて強い不安に襲われるということがあります。そうするとそうなるの嫌だなと思うので、当然出かけるっていうことがとても億劫になってくるんですよね。そして怖いですからやっぱりやめたっていうふうになっていくので、外出ができないっていう日々が続くということもよくあります。で、これは怖いっていうふうに思っていて避け続けているとずっと出れなくなってしまうということも最悪の場合考えられますね。ですからこれは自分がちょっとでもできるかなっていうところで体を動かす、あるいは外に出るということが大事ですね。ただ無理はもちろん禁物です。無理をして気分が悪くなった、体調悪くなったってなったら、あ、やっぱりということでちょっとそれ自体がトラウマみたいになってしまいますので、ですから例えば外出が怖いと言っても玄関から一歩二歩外に出るということであればそれはできるでしょうね。それでも実際は不安になっておくんですけども、体調が仮に悪くなったとしても玄関から一歩二歩出て家に戻るということであれば全然大丈夫ですよね。そこでなんとかなるというふうに思えるはずなんです。ただどうしても気分的に億劫というのが出てきますから、そこはこの気分に逆らって一歩踏み出すということを続けていくということがまずは大切かなというふうに思います。以上、ご参考になれば幸いです。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画の下にメンタル不調を予防する感情チェック&アドバイスという無料サービスのリンクが貼ってあります。よろしければご利用になってみてください。